ということで、ゼリマさん、今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。先週はね、フェブラリーステークスが行われたわけなんですけども、ゼリマネさんごひいきのレッドルゼル。まあもうね、結果を見てね、ツイッターを見てる人とかはね、ご存知だと思うんですけど、レッドルゼル、どうでしたか、ゼリマネさん。そうですね。ちょっと。あれですよね。直線入り口から10秒ぐらいはもう、すでに勝った後のことしか考えてなかったんですけどね。確かに、ね、勢いよく来ました。すごい足だったけどね。過去最高の手応えでしたからね。と思ったらね、なぜかあの位置から同じ足を使ってくるのが一頭いたということでね。あれはちょっともう、無理ですね。無理でした。確かにね、もう直線入ってすぐに銅だけの世界に入ったのに一生追い抜けなかったですからね。見ちゃうかなとは思うんだけど全然いいんですよ、別にあれなんで。ドバイも勝つし、また商売になってからの価値も上がったなということで、単勝が当たんなかったこと以外全部。はい、というわけで今週はですね、中山記念を中心にですね、お届けしていこうかなと思います。まあ、今年の中山記念はね、結構ねメンバー的にも面白そうだなと思うんですが、まずはね、どんなレースになるかゼニマルさん、教えていただけますか。はい。エネルギーが足りてないんで、ゆっくり喋りますね。先週のね、フェブラリーステークスの時にはね、サウジカップデーに日本馬が流れたことでメンバーが手薄になって、まあ、ああいうレースになってと。でね、今後も同じ状況が続くかもしれないですねって話をしたと思うんですけど、中山記念も、いわゆるね、国際化の流れによって立ち位置が変わってきたレースと言えますよね。まあ、中山記念に関してはね、いい意味で立ち位置が変わったということになるんですけど、2010年代以降ですか。これはね、ほんとドバイに向かう馬の指導戦であったりとか、香港のクイーンエリザベス2世カップに向かう馬の指導戦であったりとか、まあさらにはね、ちょっと別の話ですけど、 G1 に昇格した大阪杯への指導戦としてね、非常にちょうどいいレースであるということが判明して、メンバーレベルがかなり上がってきてる。でそれこそね、バランスオブゲームとかローエングリーンがバンバン勝った時代とはもうまるっきり別のレースと言ってもいいですよね。ということでね、今年もまあ相当な高メンバーがね、そういう意味でも揃ったので、そのあたりにフォーカスした一つのデータなんですが、まあ、こういうねレースになると決まってね、海外遠征の叩き台だから余裕残しの仕上げだし、勝つ気もあんまないみたいな、そういうねテンプレ発言をする人がいるんですけど、まあ、実際のところはどうなんでしょうかということで、実装が海外のレースだった馬たちって叩き台と言われていた中山記念では実際はどうだったのかという、まあ、過去10年分の一覧ですね。これちょっとまあイレギュラーなパターンもあるんですけど、実装がドバイだった馬か香港クイーンエリザベス2の馬に絞ったデータなんですが、まあ見てもらえれば分かる通りですね、なんと11頭出走して5304の勝率 41.7%、 副勝率 66.7% ですね。でまあ高走馬はね、人気以上に走ってることも多いし、もう全然普通に買いですよね。まあしかも凡走したのは延べ4頭のうち、東京ヒーローはね出遅れてね、無理に巻き返してバテたっていうね、まあいわゆるゲートが開いた後の事故でしたし、まあ、2年続けて凡走したビブロスは、まあそもそも今振り返ると中山記念自体が合ってなかったと思うんで、そういうまあ個別の事例を除いていくと、もう普通に出てきたのはほぼ全部3着以内なんですよね。でまあ今年の場合はですね、ダノンザキックのドバイターフがすでに決まってんのと、なんかシュネルマイスターもおそらくドバイターフに行きそうな気配を見せているのと、ちょっとわかんないんですけど、ヒシイグアスも旧車的に香港に行くんじゃないかという雰囲気があるので、まあ、この3頭が一応該当ということにしてますね。でまあ全部ね上位人気の一角なんで、走ったからってどやれるほどじゃないんですけど、まあ、むしろねこういう馬たちがいわゆる休み明けで海外遠征も控えており、仕上がりには注意したいみたいな、ね、コメントとか論評によって人気が落ちるようなら買うべきでしょう。というわけでね、人気はちょっとね振り返っていきたいなと思うんですが、今回ね横山武史上記は総バリアントに乗るという報道ありましたけども、この馬どうすかね。もうね、自信の本命、もうねこの時を待っていた。まあ、3歳秋のさ、セントライト記念2着日の動画でさ、条件戦時代に騎乗したたけしがめちゃくちゃ走りますよってさ、もうエフフォーリアのデビュー当時に勝るとも劣らないほど手放しに乗り味を絶賛していた馬っていう話したじゃない。まあその後の活躍はね説明不要だから割愛するとして、今回はねルメールが、まあ、サウジ遠征で通算3度目となる、まあ、ポイ捨てを経て、もう以前からさ乗りたいんですって言ってた、もうたけしとコンビ復活ですよ。でしかもエフフォーリアが、まあ、電撃引退した直後で、タケシとしてはさ、まあ、大阪杯で乗り馬がいないって状況だから、なんとしてもここはもう勝って次も乗りたいっていうのかな。 G1 馬が相手でもね秘めたる能力は全く引けを取らないし、もう焦点はね干渉がどれだけつくか、そんぐらいの気持ちでいるよ僕は。どう
ですかね、シュネルマイスター親方どうですか。まあ、シュネルマイスターに関してはマイルチャンピオンシップの叩き台にさ、スプリンターズステークスを使ったと思ったら、今度は昨年大敗したドバイターフのね前哨戦にね1008の中山記念ですよ。まあおそらくね天栄サイドの意向とはいえ、なんか陣営も迷走してるっていうのかな、状態はねなんか少しずつ上向いてるらしいから、まあ全くダメじゃないとは思うんだけどさ、正直なんか紐で抑えていいかなっていうくらいの感触なんだよね今回は、うん。それでもね G1 馬出走してますが、スターリングローズですかね。まあ、馬主のサンデーレーシングが、まあ、シュネルマイスターとね G1 馬2頭出しにはなるんだけど、この馬しがらき調整馬だから出走ローテの管轄が違うので、まあ、むしろねグループ内ライバル関係にある存在だよね。この馬もね、まあ、今回はね秋華賞と同舞台の おそらく大阪杯に向けての叩き台だから、正直余裕仕上げではあるんだけど、フラワーカップを勝っているように条件は合っているし、初のコバ相手を嫌われて、まあ、評価を落とすようであれば、まあ、逆に狙い目かもしれないね。そしてね、まあ、海外明け、そして今後もね海外に行く可能性がありそうなダノンザキットなんですけども、この馬どうですかね。去年のね中山記念では一番人気を裏切ってね、まあ、その後は予定していたドバイ遠征を自重に追い込まれた過去があるのに、あえて今年も前哨戦にここを選んだっていうのは興味深いよね。まあ、以前にも動画で話した通り、まあ、調整内容を変更したことで安定して能力を発揮できるようになってきたし、この馬をね目標は先でも、まあ、去年の結果があるから今回の方がね仕上げのギターを一段上げてきたっていうのかな。客席にねちょっと開幕週の中山だとね、よく言えばもう一段前辺で競馬したいところではあるけど、金層の充実ぶりや状態面から、まあね侮れない一頭ではあるよね。そして有力馬で言えばね、ヒシーグアス前走宝塚記念2着という結果でしたけども、この時ねゼニマルさん本命を打たれてましたけども、今回どうですかね。まあ2年前の勝ち馬ですからね、全然条件は合っていて、それこそ2年前はね中山金杯と中山記念をね連覇して、連覇というか連勝して、あれなんですよね、シーグアスって7歳なんでレッドロゼルと同期なんですよね。頑張ってほしいですね。聞く人間間違えたっぽいよどうですまあこの馬ってさ、まあ、戦績の通り使い込めない体質がネックで、まあ、一戦一戦が勝負の馬だからさ、この馬に関しては次がどうこうとか言ってられないからね。出走してくる以上は力が出せる状態と判断できるから、休養明けを嫌われて人気が落ちるなら馬券的になんか美味しいっていうのかな。堀厩舎はね、まあ、過去10年で中山記念を3勝と得意にしているし、この馬不動の対抗っていうのかな、意外といけるかもしれない。まあ年齢だけだよね本当に。でも親方の喧嘩はねかなり自信がありそうな感じでしたけども、ゼニマルさん今回中山記念狙う馬なんかいますか。まあ今年はね、まあ今年はというか今年もなんですけど、例えば中山金牌がラーグループで、愛知杯がアートハウスで、で京都記念がドーデュースで、ダイヤモンドがミクソロジーだったということで、まあ、毎年のことではあるんですけど、やっぱこの時期の芝王道路線の重賞っていうのは明け4歳が強いですよね。ということでまあ今回はね明け4歳そこから穴を狙うのがいいかなと思うので、ユーベックを上げておこうと思います。ね、3歳春の、まあ、ニュージーランドトロフィー3着の後に膝を骨折して長い休みに入ってしまったので、まあ、ある意味そこを見せてない明け4歳馬ということなんですけど、とにかく前走の田島ステークス、あれと全く同じ競馬をしてくれっていうことですね。小回りコースの内面の前目をねこそこそ回ってスパッと抜け出すという競馬をね、とにかく器用さと先行力と機動力で飯を食っているような馬なんで、まあ本質的には、ね、中山記念は合うということで、どうしてもやっぱ開幕週の中山でしかも1008なんで、能力を過信して外を回して刺すような馬って去年のダノンザキッドしかり、2年連続で負けたビブロスしかり、ちょっと難易度が高くなっちゃうんでね、ほんと他の有力馬がね調子こいで外回ってオールカマーみたいな決着になってほしいですね。さてでそうですね、一応じゃ先ほど微妙にけなされたシュネルマイスターが注目馬なんですが、なぜかそのいわゆるね実績上位馬の中で意外と人気がなさそうということなんですけど、これはなぜ人気がないかというとね、シンプルに去年の成績が全然良くなかったからと思うんですが、言うてこの馬日本競馬の中でかなり上位の馬ですよね、現役馬だと。で、まあ、ちょっとね、あの海外だとねどうしてもなんか平常心で臨めなくてね2回ともボロ負けしてるんですけど、いわゆるね日本で県外に負けたのって明確に捨て石だったスプリンターズステークスと明確に不利があったマイルチャンピオンシップだけなんですよ。でね 2,3 着に負けたレースも全部負けて強しって感じでしたからね。あとはそうですね、 1800m で馬代騎手だったら昔みたいにね好意付けしてくれそうな気もするんで、そこら辺にも期待します。後ろから外回ったら来ないと思いますけどね。
というわけで今週はですね、もう一つ重賞、阪急杯が行われます。こちらはですね、サブチャンネルの方で公開しようかなと思います。サブチャンネルは動画下の概要欄にリンクありますので、そちらの方から最新動画をチェックしてください。そしてね、冒頭でもお伝えしましたが、情報通の馬談義ではツイッターもやってます。こちらね、動画で漏れた話など、それ以外にもね、動画で触れられなかった重賞の話とかもね、ツイッターの方でやっていこうかなと。先週もね、ダイヤモンドステークス、そして京都牝馬ステークスとね、いい予想を披露してくださいましたので、そのあたりをね、詳しく見たいという方はぜひツイッターの方もフォローしてチェックしていただければと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。親方ゼニマさん、今週もありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。